皆さん、こんにちは。私はピクテジャパン株式会社運用商品本部の松本と申します。この動画ではピクテマルチアセットアロケーションファンドクワトロの2023年2月の運用状況、並びに当面の市場環境についてご説明いたします。最後までのご視聴をよろしくお願い申し上げます。まずはじめに、 クワトロの4つの特色について確認しておきたいと思います。第1に、クワトロは徹底した分散投資を行います。第2に、魅力的な運用戦略を選別して投資を行います。第3に、市場環境に応じて機動的に資産配分を変更します。そして第4に、オルタナティブ戦略など最新の投資手法も活用します。クワトロはこれらの特色を活かし、 リスクを抑えて安定したリターンを目指すファンドです。ではこれより2023年2月のクワトロの運用状況についてご説明してまいります。まずファンドの外況について月報より一部抜粋してご説明いたします。2月末の基準価格は11,114円。前月末比で200円の下落となりました。 月間のファンドの当落率は1.77%の下落でした。ファンドの純資産総額は2669億円、前月からは69億円減少しています。2月の世界の株式市場は、欧米の中央銀行の利上げペースが減速するとの期待感から月初は上昇しましたが、その後は市場予想を上回る経済指標や 根強い物価価上上昇昇圧力を受けて長期金利が上昇しししたたため株価は下落しました世界の国際市場こちらはユーロ圏とアメリカの1月分の消費者物価がインフレ圧力の根強さを示す内容であったことまた欧米の金融当局者が金融引き締めの必要性について繰り返し発言したことなどからこちらも大幅に下落しましたまた為替市場では 欧米の金利先高感が強まる一方、日銀の次期総裁であります上田氏が現状の金融緩和政策を当面維持するとの見方が強まったことなどから、ドルやユーロが円に対して上昇しました。こうした市場の動きの結果、当月の基準価格の変動の内訳は、株式プラス18円、債券マイナス24円、オルタナティブマイナス7円、 先物オプションマイナス96円、その他要因マイナス81円などとなりました。なお、クワトロではこれまで分配金をお支払いした実績はございません。こちらはクワトロの設定来の基準価格と純資産総額の推移を拡大してご覧をいただいたものです。赤い線は基準価格の推移です。2月末時点の設定来のリターン、 年率換算ベースで1.15%、ポートフォリオのリスクは3.49%でした。ウクライナ情勢の長期化や、欧米の中央銀行による大幅な金融引き締めなどにより、クワトロの基準価格は昨年大きく下落してしまいましたが、今年に入ってからは一進一退の動きとなっています。投資環境には依然として不透明感は残ることから、しばらくは我慢の展開が続くとは思われますが、 今年後半にかけては明るい展望が見えてくるものとピクテでは予想をしています。また灰色の面グラフ、こちらは純資産総額の推移です。2月末時点の純資産総額は2669億円と、厳しい投資環境にもかかわらず、皆様からは引き続きのご支援を頂戴をしています。この場をお借りして改めて御礼を申し上げます。いつも本当にありがとうございます。 これは昨年来のクワトロの資産構成費の推移になります。グラフの一番右、今年2月末時点の資産構成費は上から順に紫色のオルタナティブが19.6%、緑の株式が27.1%、水色の債券が28.8%、灰色のキャッシュが24.5%となっています。 2月の具体的な投資行動としましては、債券の組入れ比率を引き下げ、キャッシュ及び株式の組入れ比率を引き上げました。債券については、FRB の利上げ幅縮小が強き材料になる一方、インフレ圧力の根強さは弱き材料でもあり、クワトロでも債券の組入れ比率は月替わりで変化をしています。 次にクワトロのポートフォリオの内容について資産別に詳しく見てまいります。まず株式におけます資産別の構成費と変動要因をご説明します。左半分は株式の過去3ヶ月の構成費の推移です。2月はスイス株式やブランド関連株式などを引き上げた一方、世界エネルギー株式の売却や 世界金属工業株式の組入れ比率引き下げを行いました。また、先物オプションにおいては、新興国株式の先物の,の組入れを開始しています。スライドの右半分、こちらでは各銘柄が基準価格にもたらした変動要因を示しています。株式全体で見ますと、2月は18円とわずかにプラスでした。世界スタイル株式や、 世界 ESG 関連株式などがプラスに寄与しています。続きまして、債券とオルタナティブの状況です。まず、債券部分につきましては、為替ヘッジ付きで行っています、米ドル建てのソブリン債。こちらを売却しています。また、先物オプションのこちらに部分においても、米国を中心に金利リスクを削減しています。 2月の債券全体の変動要因はマイナス24円でした。為替ヘッジ付きで投資をしています新興国債券やベイドル建てソブリン債などがマイナス寄与となりました。オルタナティブ部分では世界リートの比率を削減した一方でアジア株式ロングショート戦略の比率を引き上げています。寄与度においては2月は金や世界株式ロングショート戦略が振るわず、 7円のマイナスとなりましたクワトロにおけます債券の運用状況についてこちらのスライドで少し詳しくご説明をいたします赤い線はクワトロの修正デュレーションの推移を示していますデュレーションとは債券の利回り変化に対する価格の堪応度を示すものでこの数値が大きければ債券のリスクを多く取っている状態 逆に小さければ債券の金利リスクを落としている状態であるということができると思います。そして黄色と青の点線、これはそれぞれアメリカとドイツの10年国債利回りを示しています。2月末のデュレーションは3.2年と、前月と比べますと0.6年程度を短縮しています。これは根強い物価上昇圧力を受け、 アメリカを中心にデュレーションを短縮した一方、日本やヨーロッパへの分散投資を進めた結果ということになります。こちらのスライドはクワトロの年初からの基準価格とその変動要因を示したものです。基準価格の動きは赤いラインで、各資産の変動要因はそれぞれに色分けをして表示をしています。2月末時点のクワトロの基準価格は、 年初からは12円、率にして0.11%の上昇となっています。1月分の上昇分を吐き出す格好となってしまいましたが、その主な要因としては、相場の下落で、えー、まあ、米中の先物オプション、まあ、こちらの部分がマイナスに転じたこと、また、為替市場で円安が進んだことで、 クワトロで行っています為替ヘッジ、こちらの評価損が膨らんだということもあり、灰色で示していますその他、その要因のマイナスが拡大したという原因がございました。ここまでクワトロの2月の運用状況についてご説明してまいりました。ポイント3つでおまとめをしたいと思います。第1点として、クワトロの2月の基準価格は1.77%の下落。 純資産総額は2669億円でした。寄与度としてはその対応員、また先物オプションがマイナスの寄与となっています。二つ目のポイントとして、資産配分において債権を削減し、キャッシュへのシフトを進めました。また株式及びオルタナティブの比率は、概ね、まあ、やや引き上げと、前月並みにもしくはやや引き上げという変更を行っています。 三つ目の点として、各、銘柄の選択ということなんですけれども、株式部分では、スイス株式やブランド関連株式の比率を引き上げています。債券においては、アメリカを中心に、デュレーションの短期化を進めました。クワトルの運用状況の説明は以上となります。ここからは、当面の市場環境についてご説明してまいります。 こちらのチャートはいつもご紹介をしておりますが、時計に見立てて各国の景気が今何時頃にいるのかを示したものになります。景気のピークが12時、ボトムが6時になります。ご覧をいただきますように、ヨーロッパ、ユーロ圏、またイギリスですね、こちらはすでに景気交代の局面にあり、アメリカにおいても景気サイクル面ではこれから厳しい時間帯に入ってくるということが予想されます。しかし、 この後ご説明をしてまいります理由で、欧米の景気は深刻な落ち込みは回避される降参が強まっていると、ピクテでは考えています。そして中国なんですけれども、まあ、時計の針で言うと6時近いというところなんですが、2月の製造業 PMI が52.6と、2ヶ月連続で景気予感の分かれ目であります50を上回るなど、中国では景気の底入れ感が強まってきています。その一方、日本は、 時計の針では11時過ぎ、まあ12時に近づいています。こちらはやはり欧米の景気減速、またエネルギー価格の上昇など、まあさまざまな物価上昇圧力などもか足かせとなり、国内の景気はピークアウトが近づいているというふうにピクテでは判断をしています。まあ、先ほどのスライドで欧米の景気サイクル まあ、これから厳しい時間帯に入ってくるものの深刻な落ち込みは回避されるであろうというふうに申し上げました。まあ、その理由について、アメリカから少し順に見ておきたいと思います。こちらのスライドの左のグラフ、これは2018年以降のアメリカの家計部門におけます所得と消費のトレンドを示したものになります。茶色が可処分所得、水色が個人消費を示しています。 こちらでご覧をいただいていますように、このコロナウイルスが発生しました2020年、まあ、このあたりはですね、個人消費が大きく落ち込む一方で、可処分所得は政府からの大規模な給付金などが支給されたこともあって、逆にこちらは大きく上振れをしています。まあ、その結果、コロナのさなかは、まあ、意図せざる余剰貯蓄が家計部門に蓄積されています。その規模としては、 アメリカの GDP の10%ほどに匹敵する大きな規模になっているというふうに考えられます。まあ、その後、まあ、コロナから正常化したこともあり、消費がトレンドを回復はしていますけれども、その反面、給付金が切れたということで、所得は逆に落ち込んでしまっています。その結果、2022年以降、家計部門はですね、まあ、逆にこの貯蓄を取り崩して、家計の長寿量を合わせるという状況が続いています。 この貯蓄がですね、残っているうちはまだいいんですけれども、まあ、すでに余剰貯蓄とされる部分の3分の1程度は消費されてしまっており、このままの状態が続いてしまえば、いずれこの消費が息切れするという可能性をマピクテとしても心配をしていたわけなんですけれども、こちらのチャードでご覧をいただいていますように、足元ではですね、この可処分所得が少し上向きに展示始めてきていることがお分かりをいただけると思います。 これはアメリカの労働市場が非常に堅調であること、まあ、賃上げが進んでいるということが背景にあるわけなんですが、このように所得が増えてくれば、消費の失速、まあ、こういった心配も薄れてくるということになるわけです。これが私どもピクテが、アメリカの景気は大きく落ち込むことはないだろうという考える理由の一つになっています。まあ、ただし、まあ、このように消費が強いとなれば、 物価も高止まりする、まあ、インフレ圧力がなかなかこう消えないということにもなるわけです。こちらのスライドの右側をご覧をいただきます。これはアメリカのコアインフレ率を品目別に分けて表示をしたものになります。 紫色でご覧をいただいていますのが、財の価格ですね。これはですね、すでにこちらのチャートでもありますように、この上昇圧力というのはかなり止まってきていまして、今後、この薄い色で書いてあるのが、この先の予想ということになるんですけれども、この財の価格は逆にこう、前年比で下がってくるといった展望も予想をされるところです。まあ、その一方ですね、まだ根強くインフレ圧力となっていますのが、この茶色で示しています家賃ですね。 これはアメリカの住宅市況と1年遅れで連動する傾向がありますですからもうすでにアメリカの住宅価格昨年の9月にピークアウトをしていますから家賃の部分もです、ね、いずれあと数ヶ月でピークアウトしていくものというふうには考えられますけれどもまだしばらくは物価を押し上げる要因になっているまた先ほどご説明をした賃金ですねこれがです、ね、このオレンジ色で書いてありますアメリカのサービス価格 この押し上げ要因にもなっています。えーまあ、あの所得が伸びるというのはいいことがある反面、物価という観点で言うと、まあ、少し悩ましいということもあります。まあ、FRB もこの賃金上昇、最終的にはこのサービス価格、まあ、この点に大いに注目をしているということを改めて確認をしておきたいと思います。続いてユーロ圏の状況も見ておきたいと思います。 左側のチャートをご覧いただきます。これはユーロ圏におけます天然ガスの備蓄率の月ごとの推移になります。この例年のパターンを少し見ておきたいんですけれども、この1月2月の冬場にはこう暖房需要もあって天然ガスの備蓄がこう下がっていく。まあ、備蓄を取り崩して暖房に当てるわけなんですけれども、 暖かくなった春以降は、この、あの少しまた次の冬に向けて備蓄を積み曲げるというサイクルがあります。そしてまた、あの、次の冬になるとですね、まあ、11月、12月あたりからはもう一度備蓄を取り崩すというのが例年のパターンになっているということなんですが、昨年2022年、このロシアがウクライナに侵攻した22年のパターン、このオレンジ色で書いているのがそのパターンになります。 やはりこのウクライナ侵攻もあって、まあ、欧州、アメリカ、まあ、日本もですね、ロシアに対する経済制裁を行った結果、ロシアからの天然ガスが入ってこなくなったということもありまして、ヨーロッパの天然ガスの備蓄もですね、かなり例年よりも下振れていた状況がご覧をいただけると思います。あの特にヨーロッパはですね、天然ガスの大半をロシアからの輸入に頼っているという事情もありましたから、 ロシア産の天然ガスが入ってこないというのは、まあ、日本以上にかなり深刻な状況であったというふうに申し上げることができると思うんですがヨーロッパはですね、まあ、そういった状況下にあって徹底した省エネ政策をとったまた天然ガスの調達先をロシア以外にこう分散したということもあってこちらのチャートで改めてご覧をいただきますと昨年のですね備蓄はなんと昨年の暮れには 例年以上の水準にまで積み上がっていたということもご覧をいただけます。まあ、一言はヨーロッパにおいてはエネルギー危機。まあ、これが心配をされていたわけなんですけれども、状況は一変しています、えー。欧州におきます消費者の信頼感、こちらも大きく改善をしておりまして、まあ、これがですね、えー、ヨーロッパにおいても景気が深刻な事態を回避できるんではないか、まあ、こう考える理由となっています。 もちろんこのウルクライナ情勢というのは依然として緊張が続いているわけなんですが、私どもピクテのヨーロッパのエコノミストの言葉を借りますと、ユーロ圏はこのニューノーマルへの適用を既に果たしたんだと言えるような状況かというふうに思われます。まあ、こうしたエネルギー危機の回避にメドが立ったということは、 ヨーロッパの景気にとってもプラスですし、また物価に対しても好材料になるものと思います。右側のチャートをご覧をいただきたいと思います。こちらはヨーロッパの消費者物価の上昇率を品目別にご覧をいただいたものになるんですが、 この中で水色の部分ですね。これがエネルギー価格の上昇による物価押し上げの寄与度ということになります。まあ、すでにですね、このエネルギー価格はもうこの備蓄がかなり進んだということもあって、昨年の暮れあたりからはあ物価も下がり始めてきているのがお分かりをいただけると思います。えーまあ、あのまだピンク色で示しているようなですね、こういった食品価格、 もうまあ少しまだ上昇がついてはいるんですけれども、これも次第に頭打ちになりつつありますので、ヨーロッパにおいては物価の先行きに明るい兆しが出てきているということもこちらで確認をしておきたいと思います。このように欧米の景気に最悪の状況からですね、少しずつ前,前向きな材料が出てきたというふうに申し上げたんですが、そうした中でですね、突然非常に不安材料が出てきて。 今、しまいました。え、それはですね、アメリカの金融システム不安ということになると思います。え、こちらでご覧をいただいていますのが、アメリカの銀行のうち、ま、資産規模の上位30個、ま、それをご覧をいただいたものになります。え、表記はすみません。英語のままの表記になってしまっておりますけれども、ま、全体の外況をこちらでご覧をいただければ十分かなと思います。え、ま、各種報道で行われていますように、3月の10日、 ベンチャー企業との取引を手掛けています、アメリカのシリコンバレー銀行。この表で言いますと、こちらですね。資産規模のランキングとしては16番目になるんですけれども、このシリコンバレー銀行が経営破綻し、金融当局の管理下に入ることになりました。非常にこう、突然の状況の変化と、 いうことになるわけなんですけれども、こちらのシリコンバレー銀行というのは、まあ、保有していた債券の含み損が予想外に拡大していたということが発覚し、信用不安を招いたということが破綻の直接的,直接的な原因となっています。また、通級3月の12日には、この表で言いますと、こちらですね、資産規模で言うと29番目になるんですが、 シグネチャー銀行と、まあ、こちらも当局から業務停止の措置を受けるに至っています。まあ、このようにアメリカの上位30項のうち、2つの銀行が相次いで破綻をしたということで、アメリカの金融システム全体に悪影響が及ぶのではないかという不安感が広がっています。まあ、それはヨーロッパや日本にも広がってきていまして、足元では銀行株を中心に株価が大きく下落をしているところです。 こうした事態を受けまして、アメリカでは FRB が緊急の資金供給プログラムを発表するなど、当局は素早く対応を打ち出しています。この動画を収録をしておりますのが3月の14日になりますけれども、今後1、2週間のうちに、こうした迅速な対策が信用不安の広がりを防ぐことができるのか、こういった点が大いに注目をされるところです。FRB としては、 信用不安の拡大。まあ、これはですね、インフレの防止とともに何としても防がなければならない点になります。まあ、仮に信用不安が続くようであれば、3月21、22に予定されています FOMC。で、こちらでですね利上げ、利上げが見送られる可能性もあるということも、こちら、そういった可能性も視野に入れておきたいと思います。市場環境の最後に、 今のアメリカのまあ利回りの状況ですねこういった点についても確認をしておきたいと思いますこちらでご覧をいただいていますグラフなんですけれどもまずあのこの茶色で書いてありますのがアメリカ S&P500 の駅利回り駅利回りというのは PR の逆数になるんですけれどもまあ企業が株価に対してどれだけの 利益を生み出しているのかというふうに捉えることもできる指標になります。それが今、足元ではですね、おおむね5%ぐらいということになろうかと思いますで。続いてこの水色で書いてありますのが、アメリカの投資的格者債。こちらの最終利回りの推移になります。これもですね、足元では5%前後という水準になっています。 さらに、この3つ目のチャートなんですけれども、オレンジ色で書いてありますのが、アメリカの3ヶ月の短期金利になります。ずっとこう、低金利が続いていたんですが、直近では FRB が金融引き締めを行った結果、まあ、こちらもですね、5%近くまで金利が上昇をしてきているということになります。まあ、このようにですね、まあ、一つの偶然かもしれませんが、株式の駅利回り、社債乗り回り、 そして3ヶ月金利がですね、いずれも5%近傍で同じ水準になってきているのが直近のアメリカの状況ということになります。まあ、このように見ますと、まあ、5%程度の利回りでよろ、良いのであれば、まあ、無理に今は株式のリスク、もしくは社債のリスクを取る必要はないというような状況にもなっているということを考えることができるかと思います。あの、相場の世界でですね、休むも相場と、 いう言葉はあるんですけれども、まあ、今はこういった状況を考えれば、まあ、特にアメリカの投資家の皆さんもですね、まあ、キャッシュで少し資金を待機しておいて、まあ、次のチャンスに備えるということも一案ではないかなと、まあ、考えても不思議ではない状況かもしれません。えー、先ほど私どももですね、えー、まあ今年前半はまだしばらく厳しいけれども、後半にかけて え、投資チャンスが出てくるのではないかというふうに申し上げたんですが、利回りの観点からも今年後半、今はしばらくちょっと我慢、後半の次の投資チャンスを待っている局面というふうに考えることができるかと思っています。ここまで当面の市場環境についてご説明をしてまいりました。ポイント3つでこちらもおまとめをしておきたいと思います。まず第1点に、 景気サイクルから見ますと、欧米は今、景気交代局面に入りつつはありますけれども、深刻な落ち込みは回避されるのではないかと申し上げました。まあ、その中でも中国ですね、こちらは製造業の PMI が50を2ヶ月連続で上回るなど、先行きに明るさも見え始めています。二つ目のポイントとして、まあ、そういったアメリカの景気が それほど悪くないということの裏返しとして、インフレ圧力が根強いということを申し上げました。まあ、さらにそれに加えて、この金融システム不安というものがにわかにクローズアップされる状況にもなってきています。非常に FRB としては難しい舵取りを迫られる局面だと思いますけれども、この金融システム不安というのは非常に重要な問題になると思いますから、まだ動揺が続くようであれば、 次回の fomc で frb が一旦こう。利上げを据え置くと金融政策を据え置くといった可能性にも目を配りをしておきたいと思います。3つ目の点ですね。まあ、こういった非常にこう難しい環境下でアメリカの3つの利回り。具体的には株式の行き、利回り社債利回り。 さらに短期期にこの3つの利回りを比べたとき偶然にも同じ5%前後で並んでしまっている状況にある短期的には無理にリスクを取らずキャッシュでその場今の局面をしのぐということも有望な投資対象の一つになってきている投資戦略の一つになってきているというお話を申し上げましたこの動画の内容は以上となります最後に投資リスク お手続きと費用、委託会社、その他の関係法人の概要についてご確認をいただければ幸いです。最後までのご視聴を誠にありがとうございました。今後ともクアトロをどうぞよろしくお願い申し上げます。